Yeah!
Thank you.
Thank you.
night.
Tiger! USA! Round one, fight!
USA! Round one, fight!
Ah!
試合は 1P 側がほぼ山本さんのチュンリー、 2P 側がデンさんのベガですね。お、ベガチュンリーですね。お、千年カード、千年カード、チュンリー側が千年カード、チュンリー側は千年、ベガは何年続くんでしょうか。ベガは2ヶ月ぐらいじゃない。早すぎる。投げ返し、あ、あげましておめでとうございます。ウネガエルです。2019年になったっていう感じがまだしませんがね。時間は湧かないですね。4月ぐらいになったら湧くと思います。おそらく雪が降って暖かくなってきた頃に。さあサイコを落として空中戦、さあガメアジ、なんとか山本さん耐えたいところ、うまいが投げられてからの、うおーし、しっかり空中見ている。これで取ったがい一本取っていって、もつれ打ってきましたね。いい感じに。はい、序盤から結構熱い。さあここ何でも落とすチュンリー。画面足はさすがにチュンリーもきついっすね。ここまでダメージ取られるときついんですが、チュンリーなら取り返せなかったですね。はい、山本選手のチュンリーが敗れてしまいましたね。さあ続いてはエクスパー、エクスパー選手の X 流。さあリューベガ、エクスパーさんは結構ベガの勝率高いですよね。の試合でもなんか結構倒してるのをよく見かけます。僕はそうですね、もうなんか適当に竜巻この辺でやっとけばもう当たっちゃうみたいなことありますよね。はい、さあ竜巻投げ、これは温まる。
出汁の頃から。出汁の頃は加工中継になったんで。ああ、そっか。はい。やばい。落とせない。なんて言ってる間にストレート。さあ、試合の展開が早いですね。そうですね、さあ痛いの食らって即 PO。 逆に早く PO に食べたいと思った。最高から、うわ抜け出せねえ抜け出せない。すさまじい固めでしたが、あれは割れるのかな。まあ割れるんだろうな。まあでも、え、そうなんですか。最後の間を割る場合もあるし、はい、そうじゃなくて、最後の頭を割る場合もあるし。なー、なるほど。なんかかなりやばいっすね。さあ続いて出てきたのがロード・エスタガット。これは、4サマグラムによると、ベガが6だと。ベガ6、はい、って言って、あ、ツイッターに書いてありました。これベガ有利と思ったんですが、実はこれエッサが有利だったんですね。え、エッサが6なんじゃないですか、あれって。ですよね、さすがに。いやでも以前はなんかベガ有利って言ってたんですけど、変わりましたねさすがにエッサが今はいけるっしょみたいな。はい、はい、およベガに6位いける。あったあった。そうだよ、そう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 、そういうこと、そういうこと。ベガ、そう、だからそう、下がった有利なんですよ。いい勝負になってるよ。さあこれ当たる。あ、出ない、出なかった。さあこの固め、投げられる。あれはでもまあ返しづらそうですけどね、かなり嫌がらせみたいな。さあ受け身がないから最大倍、山本選手さあ続いてバルログですね。中野さんのバルログ、はい、あのヨウさんを倒すためには練習中と。おお、完全に言っちゃった言っちゃったまあ見てるんですかね、そもそも多分見てないと思うんですかね、ヨウ様は。音口に人の口に問わさせられない誰かにバレたということはもうね、うん、もう伝播すると、いろんな方々に。さあしかし中野さんがバルログ使うとかなりヤバそうですね。プレイヤー性能もかなり高いので。ヨウさんもエスタガットと一緒で、あれですね、ヤバい人がヤバいキャラを使うとヤバいっていうそうなんですよ、あのよく言うんですけど、ヤバい人がヤバいキャラを使うとヤバいんですよね。そう、 3Y、 え、 Y3 みたいな。ヤバいYYY で Y3A4 みたいな。 Y3 あれですね、きつい、汚い、危険みたいな、危険みたいな。 3Y。 さあ一本一本ですが、この画面端はかなりえげつないのでは。なんとか端端になるんですかね、この勝負って結局。はい、バックジャンプしちゃうみたいな。ああ、なるほど。しかしジャンプが早いんでかなりベガ側イライラするんじゃないですかこれさあこれは当たらない。スライディングガードしている。時間が、ああ手前で、
これが致命傷。勝ったのは中野さんのバルログ。大変です。さあ続きまして、カーシムさんのザンギエフ。カーシムさん、相手がバルログということを知り大笑い。なるほど、はい、キャラセルのタグです。さあ、おいしい。アシスクリュー、おこの間合いは完全にプロレス。早いですね。あそっから引っかかる。大足相打ち OK、 ありがとう。確かに一択じゃないですか。そうなると、まあザンギエフ幸い火力高いんで結構取り返しやすいんじゃないですか。まだまだマッチだ。はい、さあ地獄の爪の先ほど頭殴っちゃうようなことができると、冷たい。3倍さあ大足、2回連続大足 KO。 侍ですね。さあ続いて現れたのは白あれ5期かキャミですね。びっくりしました。今5期出すのかなと思っちゃった。まだ5期でもいいぐらいで。なんかちょうどキャラセレで1秒以上なんか止まってたんでびっくりしました。さあちょっと近かったか。はい、近い。あー、歩きキャノン出す。投げ歩き、こっから、あーダブラリで割られちゃった。いかついカードですね、これもまた。攻める。さあキャミー側なんとかして勝ちたいところだが、こっから必勝。ひー、あぶれある。なんということでしょう。完全に掴まれたのは白キャミ。さあカーシムさん、ザンギエフかなり連勝していますね。よ、今何連勝中、4連勝目、何連勝中ですかね。2連勝です。え、2です。あれ2か。さあ続きまして破天荒さんの X 流。これもでもなんか竜、これ竜、これ竜有利なんですか。いや、ザンギらしいですよ、極まると。あ、そうなんですか。極まるのはできない、極まる人がいないと思います。さあな、この舞怖いですね。お互い面白い舞。カーシムさんがさりげ待ちですよね。自分から行かないですね。さあ真空ガードさせて、おっ、ミスがなければいけるんじゃないでしょう。あー、ミスってるけど、うん、危ない。あー、一回投げられたら一気にごっつり減ってしまう。飛んじゃったんだね。確かに前飛びしちゃってましたね。さあぴょんぴょん飛んで大足いいですね。同じに追い込むのがまず優勢なんで、はい、追い込んだらようやくゲーム開始って感じですね。しかしスカルト死亡。まあもう一回ゲームを始めればいいだけです。飛んでいる。川島さんかなり絶好調ですね。うわ、この前怖い。いや、まだ押せます。さあ、くー、ね、
完全に前飛びをとがめられてしまった。いや、なんかね、シンクをミスる。いや、小技にスロテープが引っ込みますね。あ、続いて今日秋葉行ったんですか、セロ様。それ秋葉の網網で買った買った X 限定のキャミー T シャツね。今日から、なんか 来週ぐらいまで、はい、秋葉原のなんか網網ショップかなんかに売ってるというツイートを見ました。すごいですね、ストリートファイター2グッズ。おお、はい、これはぜひ行きたいですね。はい、あわよくば T シャツも買いたい。ね、あのスト 2T シャツが4500円、はい、あの X の T シャツが5000円かな。5000円、ペンって背中に書いてある T シャツが、はい、3500円ぐらいで売ってます。あ、安いっすよ、はい、豪気。一応 X の看板のキャラクターなんですけど。あ、てかセロテープさん今日キャミーじゃないですか。セロテープさん、いつもやられて辛いことをやりましょう。お、相手の気持ちになると。要は嫌なことを進んでやりましょう。人のこれがキャラ対。さあ中足からフーリガン、これは美味しい。やられて嫌なことあれだったんだ。あれ違かったセロテープさんが、いやセロテープさんがやられて嫌なこと、それはあからの、あぶね、なんかスパボンしないっすね。スパボンしまし た、ね、まあ今の前はね、前ジャンプしてもね、抜けられないしね。さあ、セロテープさんのキャミー、かなりいい感じの、温まってきましたね。あ、いいですね。うわ、スパイラルアローレ対空。いいですね。ダブラリ割れるんすね。ダブラリはね、もうちょっと下がんないとダメですね。へぇ、さあ、あ、いいですね。お、なんか、あ、セロテープ、これはリズムを作って知るな。セロテープ生きた、いいですね今の。生きた、あー、死の香りが。セーフうわー天才キャミ現る。なんかね、走りが見えた気がしたけど、あ、スクリューね。さあ続いては、瀬尾さんが、瀬尾さん何使うんでしょうね。何ですかね。どうかな。1キャラ目はガイルでした。あ、やばい、終わりました。これは積んだか。これプラスいや7ですね。そんぐらいありますね。全然だ、ソニック打ってるだけで。そう、ソニック打ってるだけでなんですよ。ソニック打ってるだけで勝てますからね。はい、安牌カード。これはセロテープさんきつい。からのめくり。あ、なんかそれっぽい。かなりキャミーの片鱗が見えましたが、なかったよ。あ、でもあのタイミングはかなりガエルの嫌なタイミングなので、あの調子で行くと、あるいはって感じ。あー、いいっすよ。あー、ダメ。さあソニック、悪くない。うー、ある、諦めない心が必要なんですが、硬すぎる。あ、あるないわ一気にひっくり、あ、あるないですね。いやー惜しかったな。でもなんか要所要所でいけそうなポイントが、ね、しかしかなり、でも普段見ない割にはかなりいい動きをしていたような気がするんですけど。何年一つやってると思ってるんですか歴史を感じる。ずっとやってるからね続いては、間違いなく人生の3分の1は一つやってるでしょうからあ、千本さんのフォーク。しかしこれガエルがもう何もしないでただ町に徹すればいいっていう。フォアされたのがいいですからね。そうですね、だから攻めるのも難しいんですけど、守るのも結構大変。難しいですよね。難しいです。一回こけたらおしまいです。こけたら10割。お、あーあー、セーフ。しかしホークの体力がもうナイスイング。ガードができないと死亡です。ダブルはね、ダブルはどうやっても抜けられないんでね。サマーならまだ暮らせる。トマホーね、
あーできるんですけど、ダブルを無傷で帰る方法は存在しない。いや、あのね、地上で召喚重ねて、はい、すげえ遠くから行けば生きて帰れます。マジっすか、はい、あー早かった。いやー、しかしここは一歩下がってソニック安定かー、しっかり上見ている。勝ったのは瀬尾さんのガイル。さあ続きまして金子さんの竜、なんか前は竜でしたけど。あ、そうなんですか。竜使ってたんですよ。今日はダブルガイル。明日があるからね。明日があるからですね、間違いない。さあガイルガイル、これが面白いんだよな。これ面白いんだ。これ面白いですよ。これこれ神カード、神カードですよ。どのあたりが、え、どのあたりが、だって神なんだよ。裏剣の当たる間合いとか面白いですよね。どこで中足か裏剣かみたいな。ソニックではなくて、いやだからソニック打ちつつっていう、はい、とかなんか空中長返しとかも結構熱いし。なるほど、はい、結構意外と意外といろいろなことできるなみたいな。しっかりダウン取って許さ、あ、許した。しかしまあこんだけダメージ取ったらいいでしょう。これね、これも無理です。これは無理です。次のラウンド行った方がいいんじゃないですか。これはそうっすね。ダメージは次行こうぜっつって。さあ金子さん椅子を変えました。椅子高、なんかね、椅子高かったね。あ、高い、あの、ね、熱しか用の椅子だ。熱しかそれは高いですね。さあソニック押す位置もね、体力も完璧ですね。完璧です。あ、ソニック1回見すぎました。これでかいですよ。これはこれ、ね、瀬尾さんのガエルかなり美味しいが、さあ今ちょっとね、足技の差が出てしまいましたね今のは。さあこれは逆転、きついきつい。うまい、今の台足かなり美味しい。はい、いい置きだった。いい置きです。これ一気にソニックで押せるんで、ちょっと前に出たいところに、はい、置いといた。あーっとソニックいった。あー、うますぎる。セーフ。うまい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 。あーやばい、裏気使っちゃった。しかし飛ぶ。あーちょっとタメが間に合ってなかった。あそこで、あいや生きてる生きてる生きてる。あーなんてことこれ激アツじゃないですか。ガイルでも蹴らせん。出してもガンされちゃったら死んじゃうしね。あ、さんでした。実は僕1キャラ目もガイルなんですよ。神カードらしい。俺には全くわからない。なぜならガイルあんま好きじゃないから。ガイル自体が好きではない。好きではない。まあそういう人もいます。ワンピー側の色の濃いガイルが、金子さん、ツーピー側のショーピーカラーのガイルがうねくんですね。うねくん色違いますね。白くなかったっけ。そう、いつもは白いんですが。さあうねくんはこのカード好きな模様。これは大きい。ほんで悪くない飛びだったんですけどね。金子さん前に出てましたね。踏み込めば落ちる。あーっと踏まない。ダメ端でかい。ここからがきつい。さあ距離調整ができないということのね、意味の大きさが。あーっとそばっと、うわー終わってない。投げたこれあれですね。ソニックと中足が相殺さ、あのぶつかると中足側のダメージ勝ちなんですよね。そうですね、中足の方が大きい。それがなかったら本当にクソカードだったかもしれないんですけど、一応それがあるので。裏剣もあるしですね。なんだかんだ言ってもやっぱり球の回転がまず基本中の基本。これはね、これは神カードだったが、この体力差は。あ、悪くない。おっと、それ。裏剣とか出たともう一回読まなきゃいけないんですよね。ね。あー、きつい。もう歩いてきた。あー、きつい。ミニバズーカーはあまり良くなかった。勝ったのは金子がいる。田島さんでした。中島さんもガエルかな。
さあ中島さんはホンダかな、ホンダでしたね。さあバイル有利なところを見せてもらいたい。はい、こんばんは。でかいマイクでかい金子さんですね。金子さんと中島さん、あとカードは大きい。ちょっと分かんなくなってきたがバイルを押せる。さああと2回ホンダを読み勝てばなんとかなる。画面端なんとかなる、なるならなかった。あとガード、あー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 、あと馬を出した。入る、いった、うまい、なんかうまいところを見せる。だがガード、金子さんがガード、いけー、これはしばしケツだったか。あ、中島さんが本田なんですね。確かにいい動きを見せるぞ。中足がちょっと間に合わ、暴れない、ある手が怪しい。さあ押して、これ大きいですね。だいぶ押せてますよ。アッパー、うまー、減ってる、減った、すげー減ってる。あーしかし鬼無双です。無双で抜けてたら終わってましたね。減ってた。続いてグッチさん。グッチさん、グッチさんはブランカ。なるほど。おっと、ここでここでグッチブランカ対金子ガイル。結構ね、グッチさんのブランカは結構やる。そうですよね、結構やるやつ、うん、結構やるやつです。お、うまい、あれがマヤコンキック。うまいぞ、練習の成果が出てますね。出てます、随所随所に。これがブランカ戦だ。 X ゲーマー見てるか。あーあー、うわ、いいガード。カネコガエルが画面端で生き生きしてるぞ。ダイヤシ間に合わないが、一旦下がる、下がって画面端、あーダイヤシ差し込まれる、いいガード、上、うわーっと、最後はソニック前ステップ、すごい読み合いありましたね。さあ垂直は悪くない。あ、これはスタブ透かして勝つのがうまい。さあまたしても中足を透かして噛んで裏から電撃めくって、お、これはガードしている。電撃ガードの後ね、結構悪くない位置なんですね。あー、いい、あー、グッチブランカいい位置で透かすね。しかしわからない、またしても画面端、これはちょっと待って、噛んだが、さあ上からローリング、ソニック強気に、うまい、裏剣から、これはスライディング刺さって、ダイヤシー頑張り、おっとソニック間に合った、今スライディングが、これはめくられて死なない、これはガワー、電撃が出てたよ、イメータが、これはちょっと体力的厳しい。マヤコンキックもダメ、裏剣ちょっと入ってた気がするけど、いやースライディングが厳しい、スタブがね、スカル位置で待ってますね。あー、コパンうまい、ソニックが入る、あー、あータッチシューパンタイク、グッチさんがちょっと上手くなってしまったグッチブランカが上手くなった、練習の結果ちょっと効果逆でしたね。あの赤いのが最初と最後ってこと？赤い板が、あ、そうですね、はい、あそこで区切りです。なるほどね、ラインを上げていく感じです。ラインをこれで最後だし、チュンリーだっけ、おっとここでお、なんかがイスラエルチュンリー、チュンリーの緊中パンチは、
しゃがんでるブランカに当たりません。つかりますね、はい、投げもなんかあれですよね、しゃがんでるとブランカちっちゃくなるのか、気のせい気のせい、投げれない気がする。 あった、戦列入ってる。終わり、終わりです。終わりました、終わりです、ね、今終幕ですか。終わってない、始まったばっかり。おっとピヨッタ上からバカ野郎、まだまとまってもいねえよ。なるほど、さあ戦列を食らって生きていたやつがいた。なるほど、戦列で死ぬ。ナイパン置いとくしかないっていう。ああうまいぞ。おっとうまい今のバーチカル。めくってまためくって、これはジェノサイド。めくってもう一回後ろに行った。なんかすナイパンから投げ、おっ電撃、どっちどっち、じゃーけん、おっと裏から、やばいぞこのブランカ。ほぼ山本さんではないでしょうか。ということで、一周終わったんですかこれね。さあ、2周目ということで、2キャラ目ですね。さあ、戦いのバトルフィールドは2周目に突入しております。あっと、飛んで投げて、ブッチブランカが割といい動き。なんかもう何もしない。あー戦列ってジャックローリングにも入んの？入るらしい。さあ飛行剣をね一発、あ当たんないんですねそれね、当たんないんでございます。さあ炸裂で暴れて、まず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 ね、ちょっと遠めに、はあはあ、めっくり入る、逃げる逃げる、あー戦列、戦列が出てればね分かんなかったね。エクスパーがなんか気合入ってる。グッチさん何使っても大体うまいですからね。これがシキガエルと一緒にゲームをやっている男だ。さあなーっと昇竜、これはこれはバーチカル。さああとこれはこれはデイビッドがブランカ戦全然できてない。さあそうっすね、しゃがみ中パンが少ないっすね。あーと怪しい、あパンで真空を見えたんですけどね。昇竜、さあ真空バックステップ、さすがに逃げられない。言わせ出したんでよかったんじゃないでしょうか。開幕は竜巻かな、違った、バックジャンプ竜巻でした。バックジャンプが多め、穴熊ってやつですね。さあ、ウッチさんも粘り強くね、エクスパーがしょうもないミスするのを待ってる感じ。噛む、電撃、裏から電撃だ。表っぽい、飛び表だけど入れ替わったんだ。あーっと、シンクがあるからもう無理しない、使わせてね、ずいぶん楽になりましたよ。あー期待値、期待値、はい、ロードさん。さあ続いてロードさん、エッサガだと思うんですけどね。エッサガですかね。エッサガじゃないでしょうか。タイガー言いましたね。さあおっと、あ、いけそうな感じになってきた。裏に回る、投げる、裏から噛む、これはガードして何も入らない、次がない、アパカが遠くまで行く、きつくなってきた。お、なんか今のバックステップで受けるのちょっと馬王だった。そうっすね、ガードこのバックステップ、お、バーチカル、やばいぞこのブランカ使い。さあ、しかしこの
モードくんも、ああいいいい、なんかその2は分かんないけど、果たして4代目ならその2は打つかな。あ、いいぞ、ローキックが強い、噛めない、アパか出ないが噛んでいく、左足が長い、しっかり入ってリバーサー、あーセーフ、おっとバーチカルっぽかったけどね、出なかった。さあ開幕はスライディング、スライディングスタート、ちょっと待って、スライディング、しかしローキックが強い、キャンセルタイガーまでお釣り、アパカ出るぞ、さすがにこれはちょっと組み合わせ悪いか、そしてあなんかお釣りがなくて、タイガーここから押していきたい、ここがあージャックから投げて裏に行かない、行かない、電撃、そしてガガ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 、グランドセーブ使った、デーンさんですね、仕上がってますね、この、いや DJ です、やばいです、いこれは一番きつい相手が来ましたね、ブランカが おそらく一番きついですね、これはこれ組み合わせ良くないですね、一番ダメですね、これは。さあしかし、あーっとマシンガン、運もいい、裏からチューチュー入れて、さあ下がる、コパン何でも止めますね、コパンはね何でも止まります、投げる、動きが上手くてしっかり割られない連携、分かんなくなってきた、投げ返す、投げる、頑張り、しゃがみチューパンも強いんですけど、しゃがみチューパン連打割とね、はい、割れる、隙間に来る瞬間もあるんで、あのジャックの方の時は台足がないなって時はあのコパン連打の方が、まあ、100% でもありますね、なるほど、はい、これは空中で受け身と、あー分かんない、上からるスライディング、これは上から二度と削り安定、プチーブランカー、あーっと飛んでいた、どっちどっち、どっか行っちゃう、ジャックどっか行っちゃう、まだガードしてる、あーっとさすがにコパンでスローを止めた、デンさんの DJ が勝利、続いて入っていくのは中野さんの X 剣、中野剣、さあ打ち合っていく、この組み合わせどうなんだ、結構でも DJ は飛び道具の後の硬直が短い気がするが、剣も短い、お互い打ち合っていく、さあ押し返していくが、ちょっと前歩き、が波動拳、飛び込みからの食らい投げ、ランダム値高いとこ引いてますね、さあそばとめくりからのピヨってしまった、さあデンさんの DJ 勝利、続いてハクさん、なんですかね、キャミーです、キャミーですね、中野さんから見てハクさんのキャミーってどうなんですか、これを見て決めましょう、あなるほど、この試合を見て決める、はい、キーゴーってことですね、よりによって DJ 勝利ですね、組み合わせ良くないですもんね、これもね、でもね、ここまで行けば、ああいうとこね、なるほど、さあしっかり確認して、おっと前からスイッチ、あーしかしジャック、わかんない、これね、これ今 DJ 有利です、まあまあまあ、はい、あれですね、あーっとしかしフリガンねじ込んでいった、避けてフリガン、
最強技ですからね。さあ前に歩いたがめくられる、生きてる、生きてました。だいぶ体力取られましたね。ジャックからめくられて、これは厳しいか。フーリガンだけ気をつけてほしいですね。おっと、立ち中盤的な対空ですね。大パンかな。さあ開幕は、まあ、下がるでしょうね。これはスライディング刺さってめくりガードしている、ちょっとミスってる。フーリガン、さあ表だった、踏んでる。もうちょっと近づきたい。爆弾、おっと対応している。エアスラがきつい。おっと裏から入った、刺さって投げ返す。投げ前が DJ 広いんです。なるほど、キャミ投げいった感じですね今ね。投げに行ってもね、投げ前が DJ の方が広いので投げ返せば終わり。はい、デンさん勝利で、続いて破天荒さんですかね。破天荒さん、さあエクスパーが日本語の勉強して帰っていった。さあ DJ 相手に破天荒流、難しいところ。これね、竜としてもかなり難しいですもんね。守ってればいいんですけどね、守りきれない時ありますよね。まあ DJ の最近のトレンドは前に歩くですからね。あーなるほど、打ち合ってても意味ないんで。そうですね、波動に打ち合っても勝てはしないんで前に歩く。あーっと行かない、打った真空。楽になったと言いたいところなんですが、もう一回溜まるとは思いますよ。溜まりますかね。おっと、これは厳しいですね DJ。 危なかったが下がって下がりすぎた。波動拳が強かったが、波動が入る、ジャンプしてしまった。おっと DJ が勝った。若干でしたね、若干の差でしたね。昇竜めくり竜巻、あれジャックで落ちちゃいますよね。あれはね、近距離大キックで落ちます。ああ、なるほど、はい、あの上に蹴り上げるやつですね、はい、上に蹴り上げて軸が後ろにずれるので、なるほど、竜巻を落とせる、竜巻を表に戻して蹴ることができるんです、ね、なるほど、ひどい技ですね。あ、さあ上から当たんない。あー、波動が刺さっている。スパコンがね、ちょっと出ながら。さあ相打ち、波動拳で押していく。さあ攻めを継続させました。打たない打ち始め、下がって昇竜誘った。大K 飛び悪くなかったが、下から真空で削っていくが、これは着波動誘いましたね今ジャンプを。さあ破天荒流勝利で、続いてパワーシム、パワーシム、なんすかね DJ かな。パワーシム DJ っぽいですね。また再び DJ 対竜。今度は引きに返して左足が間に合っている。これきついやつ、厳しい前ですね。でもスラキアンを駆使して見えないように近づいていってますね。なるほど、打ってした、近づかせない。飛んで相手の前飛びに前飛びを合わせて飛ばれるが、これは打たない。波動拳が刺さって燃える。飛んでこれは中足タイクされて、めくりはガードから投げない。
ジャック飛ぶのを待っていた。さあ打ってくる。スラキャン、ジャック。これは投げて画面上継続。スライディングに行ったところにはファイヤーからアップマシンガン。マシンガンで対空。ああいうのがね、対空技が2種類あるっていうのがやっぱり、はいはいはい、DJ の硬さのなんか分かりやすいところですよね。そうですね、マシンガンほぼ無敵ですもんね。さあ歩きに行っている。投げに今行きましたか。まあもう当たってもいいやって感じの。ああ中盤、はい、空振って。さあ我慢をして、シンク、あ、当たっている。なんかね、なんかしようとしちゃった。真空はゲームが止まってる時間がちょっと他のスパコンより特殊なんで、はい、ちょっと気をつけてコマンド入力しないとダメですね。投げる上から。あとこの体力差ちょっと取り戻すのは難しい。投げる。さあ、川島 DJ 勝利。続いてセロテープ、セロテープ、ニョロニョロ見せてくれ。セロテープ、ザンギエフ USSR。 さあ得意なやつですね。これ緑のパンツ、あーなんか暗いんだ。おっと2発目を食らってる。お年玉だ。あーとスパ、これは厳しい。ちょっとねミスが2回続きましたからね。そうですね。あーつれーつれー。あーと爆弾受け出したが、こっからが、こっからがスローテープの始まり。ピヨってる。しっかりコンボができる。おっと最大、最大です。スクリューで締めた。さあ、さあ2ラウンド目。ダブラリの対処がねなかなか難しいのが DJ さん。 DJうませる。おっとしっかり画面足、セロ様はね左の方に行く傾向があります、はい、ああなるほど、方向が左曲がりです。左曲がりのセロテープ。セロテープは結構左行きます。さあ体力がない。さあどうする。ダブラリが出るぞ。危ない。さあ回すね。あれちょっと手出せないですね。そうですね、軽ラリだと。うまい。あっとあれ、ダブラリがな、ダブラリがな出なかったっつってな。なるほど。まあ理想は光ったの見てから出したいんですけど、足が出てましたね。あーセロテープセロテープ。あ、ダイヤスターって、遅らせ。ダイヤスターガードしている。ガードしている。今の素晴らしい。ガードはでかいぞ。あー投げられ ていく。さあどうする。上からちょっと高いか、噛みついて噛む。またあれ出ない。さあしかし体力負けしている以上は攻めなくては。何か落ちていかないといけないんですが、飛んでめくりは表。さあガードが、あー肩柔らか。あーっと減った。あっと台足が入っている。セロテープ、セロテープ残技勝利。スライディングかなんかに台足が、ね、続いて千本さんですね。あーすいません金子さん、ありがとうございます。千本さんベガですね。千本ベガ。さあ千本さん、これ勝てばユーベガ超えです。ほんとっすか、はい、いきなり決まっちゃう。決まりです。あと飛びは許してしまうがまだ大丈夫。ちょっとゲージ欲しいですね。そうですね、たまりそう。これはもういいですね。食べられてもたまりました。素直に行く。一回は逃げれるぞ。さあちょっと待ちからの左曲がり。さあお互いやっぱね難しい。ベガが爆弾解体をするかのように慎重に、慎重に行かなくては。だがおっと入っている。ちゃんとガードしていく。生きてる。
ダウンさせて表からジャンプ中パンで、いやこれはね全然いったが、はい、でかいでかい、だいぶ横押しできた。しかも画面端だからね、気をつけて。そうですね、入れ替わっちゃったらおしまいですか。おしまいです。危ない、しっかり逆に投げている。地球に優しくないぞ。逃げた、逃げ切った。優しい。表からボディ、さあ、おっと、弾きバニシング。なんかバニシング。そうね、ゼロドットだったからね。さあ、瀬尾さんっぽい。瀬尾さんですよね。セロテープ残機勝利で瀬尾さん。なんか竜とかじゃないの？ベガとか。瀬尾さんは竜。ストレートで瀬尾竜。歩いていった。しかし近い。ダブルリュウゲット。来いや。さあ画面味は辛い。画面味に追い込まれるとちょっと厳しいですね。おっと抜けた。わかんなくなってきた。投げてファイル。ファイルするにしても前に来た。からどっか行っちゃう。終わった。投げてファイルで。ワンチャン死なないまであるファイルだったが死んだ。あれ頭突きとかでビオロスだよ。しないですよ。やめとけってやめとけって正論を言うな。あーって引っかかった。裏に行ってなんか当たんない。しかしピヨってる。スクリュー。これはセロテープが乗ってきた。ウネさん握手。スバイソンらしい。わあ言った。終わりましたね。そうっすね。次の人呼んどきましょうか。次の人コールもういいですか、ね、中島さんですね。次のね。いやいやそうでもないかもしれないですよ。わかんないかもしれないですよ。まあ捕まったらおしまいですからね。捕まったらっていうかまあ割と捕まるんですよ。あっとでも捕まってない。あー捕まり終わりです。終わりましたかね。はいはいはい。もう一回あるけどヘッドがあるから。あ、ガードした、ガードした。コパンで、コパン。あーっとコパン連打。セロテープの連打力ちょっと本気で連打してましたね、今ね。試されてます。あ、あとローキック食らってしまって、あとはコパンか。あー、しかしストレートが、ジャックストレートがとにかく強い。ゲーダンでいった。グラウンドがないですからね。でもね、ストレートもすごい。重ねていた。はい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 。繋がらない。まだ生きてる生きてる生きてる。ダブラリで回ってるだけできつい。それがそれがスバイソンザンギ。さあ中島さん、中島さんセロテープザンギ勝利。中島さん中島さん、はい、ちょっとでもね今のスバイソン戦慈悲の心があったのか心なしダブラリ少なめでしたよね。直接スクリューが結構なかったっすね。セロテープさんといえばしゃがみ弾きですからね。あしゃがんだまま弾ける。長田的なやつですよね。長田弾きスクリューっていうのが、ええ、セロテープさんの必殺技です。そうっすね、はい、あれなかなかできる人いないですよね。ですよね、はい、でも本人回してるって言ってましたけど弾いてんすか。しゃがみスクリューが。あーっと悪くなかった今の飛び。さあ中島ガエルが作業プレイ。セロテープもここまでか。さようならさようならセロテープ。これが涙のラストラン。あさあ踏んでいる。さらばセロテープ暁に散る。中島さんの後金子さんなんですよね。またガエルガエルですよ。いや、ま、いやいや、ザンギガエルになる可能性もありますから。そうですね、はい、あ、終わりましたね。終わりました。あ、わか、あ、わかった。わかってしまった。ダイヤシタイク。しかし、4連勝かな。結構頑張りました。中島ガエル勝利。4連勝したよね。さあさあ、金子さんのガイル。さあ、
テープが4連勝で2位、1位はグッチブランカの5連勝ですね。5連勝ですね。めくりに行って投げて中小割れる技はガイルにはないです。あーなるほど、はい、ショーキック中ピックの連携を割れる技がお互いない。お互いにない、ないガードするしかない。ショーキックで触られたら割ときつい。なるほど、はい、ソニックを追っかけるわけですね。だから追っかけるとね、タメがなくなるというこの、そうですね、妙義、この矛盾が生じるわけです。そうさあ、そわった位置から、あー、つかした、うまい、投げさせない、中足、今アッパー透かしましたね。アッパー透かしてパラジャンプ、まあ大パンだったから投げたの、左足まで入れたっていういい判断でしたよね。すごいですね。これですね、うん、なるほど、これなんですよ、ガードするしかない、はい、さあ打って、これは中島ガエルだいぶ有利になってきたか、わからない。ソニック、ソニック、ソニック、中足相打ちは美味しい。さあ金子ガエルがジョットルツラインを上げ、さあ、おっと今のに入れ替わった、入れ替わった、これはでかい。ちょっとね、画面端近かったんですが、さあ曲がった、あっとめくっている。うわぁ、もう無理をしないソニック。さあ友沢、ベガーかプレスなのかわかんないけど、ベガー、はい、ベガーです。さあ金子さんのガイルが勝ったので、あとはフッチさんがいて、終わりというところで、これはね、誰かが4連勝もしくは5連勝、はい、連勝数伸ばしてもらってね、はい、続きます。投げ返す下段から小サイト、暴れたところには後ろから刺さりますね。ゆうべがさんがね、はい、こんなんガエル有利やろって言ってました。なるほど、はい、しかしピヨっているのは金子ガエル。あ、死んだ、早っ、きっちり5段、あ、あっけない、なんとあっけない。あとはトモアさんのベガが、まあ4連勝以上すればセロテープさんが悲しい気持ちになる。トモザベガ勝利で出てくれてたんですね、5連勝まで、5連勝以上すれば友田さんが、暫定1位となりますね、はい、さあグッチさんは自らの手で阻止したい。上すごいですね、中野さんルール完璧覚えてますでしょ。ああ素晴らしいですね、偏差値が高いからね。さすがですね優等生、優等生キャラで、さあ偏差値高いって言うなら東大は行っときたかったよねこれは、うわ、そっちに逃げる、バックジャンプからジャンプ中間、お互い、あ、うまい、投げる、ちょっとした隙、投げる、お互い動きがちょっと怪しいんですけどね。いや、でもいいですよね、はい、あ、バックジャンプから竜巻昇竜、今更に対して竜巻置いておいた、すごい、そしてその後の形もいいですからね。大パン、昇竜はスパルというのを知っている。お互いいい読み合いが続く。竜巻から投げてどっか行っちゃう。さあしかしまだグッチ流がリード、打って削りきれない、終わらないが反応がいい。そうっすね、見えていたかのようなね。これはどっか行っちゃう。昇竜、竜巻は中竜巻だった、怪しいやつですね。竜巻出したけど出てなかった。コパンで止めて、さあ竜巻、まずはゲージを止めて一回かければ分かんないよと。あー、うまっ、中ボス、中ボス。さあ体力リードしたグッチ流、踏んでしゃがみ中間から投げ返す、めくり投げは投げる、受け身なしから投げるヘッドプレス透かして投げ、友澤が勝利。はい、山本さんが、これはね、
あとは友田さんが負けるまでやりましょう。ラウンド1、山本さんがエクスパーが帰ったらしいので、山本さんの次が、ロードさんですね。でその次が僕で、その次がハクさん。さあ、チュンリー戦は好きではないけど結構やってるっぽい。かかって、さあ悪くない垂直から、さあ画面端うまくキープしたい。暗い投げしに行ったが、わかんない。ゲージが溜まった。もう前飛びできないよ。バックジャンプ悪くないが打ってしまった。さあ読めていて、裏から投げて受け身がなくて、まだ刻む。さあうまく距離は開けたが、もうちょっと体力があればいいな。ゲージも欲しいな。どっか行っちゃう。それはね、ダメ。さあこれもガードしている。踏んでどっか行っちゃうけどダメ。3勝目4代目。え、4代目いない。さあ、いつの間にか5代目が帰ったところで、さあ、中野さん、中野さんはバルログを選んだ。さあ、投げる。結構面白いように投げが入るんですよね。どうやって入れてんだろう。タイミングなのかな。いやいや、友田さんのベガの投げはね、結構投げられるんですけど、レバー横に入れて大パンと中パンじゃないですかね。そうですよね、はい、タイミングなんすかね。全然返せないですけど。おっと、裏から足が速いんで、まあちょっと集中しないとタイミング狂う的なところあるかもしれないですね。足が速いからの投げは、はい、遠くで投げ返しちゃうと技の空振りの後投げられてるってことですよね。まあ、遅ければ遅いで普通投げられちゃうしみたいな感じで。中野さん、このジャンプ大パンチよく使ってますね。圧倒的なやつを。さあローリング、ゲージがないから使った。おっとテラー、テラー、あれ終わってしまった。中野バルログ勝利。さあここで予選が終わりで連勝数、5勝、単独1位が5勝で、グチさんのブランカで、2位が4勝でセロテープザンギでいいですか。はいはい。ってことは決勝はザンギ対ブランカ。じゃあブランカの好きな方を選んで、ブランカがなんかがバルログになっている。でも、ね、でもキャラセレクトとかでね、あのバルログクイーンって言うもんね。そう、勝った時そうやって言うもんね。ブランカね。いやバルログのあの発音、ブランカのあのラウンド終わった時にね。はいはいはい。バルログクイーンね。さあ、よしおさんいたような気が。よしおさん今日はね、金子さんの手伝いをしてたらしいですよ。よしお実況はないんじゃないですかね。大丈夫です。よしお実況 なかったらやべえだろうってやつですか。わかんない。はい、じゃあ始めていきましょう。サクサクっと、セロテープ、ね、はい、セロテープザンギ、1ピーガーセロテープザンギ、なんか仕上がってしまった。そうですね、口ブランカ垂直大パンチ使ってますね。今仕上がってしまった。向こう縁かな。あと左曲がりのザンギ、スカッシュスクリュー。これはまたしてもローリングが割っていく。
あれ足に当たった、足今のはね、ザンギガードするしかないですね。なるほど、はい、ダブラリー落ちない角度です。出してましたね。あと裏から当たらないから、しかし体力リードするとね、はい、結構これザンギも戦えるんですよ。守りきれるってことですね、はい、守りに入れる。守りに入れる。あ、うまい。さあ投げ返すか、上から行ったが、あ、ジャンプで何かをしようとしたが、揉んでいる。さあセロテープさんはなんか揉みよっていうかモーパイしてる感じの動きですよね。麻雀モーパイだね。モーパイ、あの感じはモーパイしてる感じの、目で見ないで、つまり見ないで出してるってことですか。見ないで出してる感じそういうこと。あーっと、さっきも見たぞこれ。今回はダブラリー、上からしっかり削って、さあこの期待値ローリングが悪い結果にならなければ良いが、離れた、やばいぞこれ。あ、下段があって、さあ今度は出さない。あーっと、あとガードが間に合ってた気がしたが、してなかった。これは台足が刺さる。まずテープあるのか。1試合目、セロテープ、ザンギ。 R さんの真似しましょうか、ね、R さんの、R さんっぽい実況。バーチカルローリング入ってさあ、あと電撃潰しだ。膝、中膝だ、中膝だったと思いますね。中膝はかなり判定が強いんで。ブランカのですか。あの、あー、ザンギの乗っかるやつですよね。そうですね、レバー入れ、レバー下入れ、中キックですね、ジャンプ。あ、からジャンプ、しかしアトミック、アトミックで下がる。これは中中ローリング。お互いちょっと触りに行けない。ちょっと勝ってるのはセロテープザンギ。どこかで、どこかで当てて逆転したグッチブランカ。時間がないぞ、はい、さあグッチブランカ逃げ切った。結構ね、ローリング、はい、あれあれですよね、反応できないですよね、速さ的に。苦労してますね。ローリング出すってことは殺せるってことですからね。そうですね。あ、いい差し返しにローリング使ったが、これは高くて投げ返し、高尾で、お、走った、走っていく。さっきと同じだ。でもやってることはさっきで考えない。走った、これは画面足、バニッシング、あ、電撃しっかりガードしている。グッチもさすがに神にはいけなかった。スライディング入って上から、あー、これは差し返し。あのリバースは何出してたんですかね。あれはあの高めだったから、食らってダブラリッシュ、食らってスキルしようとしたんだけど、あ、出なかったっていうね。出なかった、なるほど。2本目はグッチブランカ、2試合目は、さあさあ A4 さんとなんか10先かなんかでバチった、はい、深谷のザンギの方は、はあ、ザンギブランカー開幕下がるらしいです。ザンギとして、ザンギが下がる、町から行く、そう、ほーっていうね、戦略もやっぱね、あるらしいです。ほー、それで、そのなんか、ガチる前に偶然、はあ、ポニーさんと、はあ、エホさんが会って、はいはい、練習したいんで、はいはい、ちょっと待ち気味に戦ってくれませんかポニーさんにいいよっつって、あ、なるほど、ゲーム始めるじゃないですか、はい、ポニーさん開幕前に歩くんですよ。ガン攻めですよね練習にならないっつってなるほど、 あっと後ろ、ね、後ろチョップだったらいけた、青サイチョップならいけた。開幕はしっかりバーチカルで反応している。左足入って、これはガード押して、あーっとスクリューしかしたが、しっかりガードしてるぞ。上から投げて、スクリュー左曲がり、ね、左曲がりでしょ。そうですね、スロさんは結構ね、あーっとボディ潰していく。
結構いい試合ですね、なんか試合になってますよ、試合に。そうですね。さあ、スパこれはブッシュマスター初めて見る、今回初めて見るタイプ。さあ、グッチブランカが割と適当なバッローリングをもう打たなくなってきた、打ってきた。そう、この意表をついて出された時反応できないんですよね。さあ、下がって少しずつ陰縫いして必要以上に下がらせないようにしてから飛んでるんで、ああいう感じでタイプミスったりしますね。うわーっとバック、遠い、これは内回されて、しかしグッチも体力がない。ダイヤさせていく。さあ3試合目もセロテープ、セロテープがリーチをかけていく。グッチブラウンかどうする。外幕はダイヤしか入る。さあ余計なスライディングももらった。歩きダイヤし、やっていれば大パンで体育。今の体育すごいっすね。まあ、さっきの試合は走るのが2回入りましたからね。そうですね。まあ、でかいですよね。うん、さあ今度はしっかりスカシジャンプさせない。おっと捕まったが。しかしちょっと距離が違った。どうする。あっとスライディング。息しに行ったような気がするが、ちょっと遠かった。ダイキックタイク、あれもね、強いですね。すごいっすね、はい、通常技タイクが。あ、うまい、しっかり差し返しにローリングまで入れてますね、うん、さあ、ちょっと歩いたところに刺さってしまう。あーっと、ピヨった。さあグッチブランカ勝利で、さあ、わからなくなってきた。さあ、1月11日勝つのはどっち。1並びですね、記念にね。さあ、記念大会。さあオリンピック委員会も歪収相愛で捕まっている。捕まってるぞ。捕まっている。なるほど。さあ飛んで、おっと、またスカシー入って、これはローリング読んだが暴れていない。さあ体力バーチカルしてるのはグッチ。これね、これ崩せないんですよ。なるほど、ガードでこれ崩せないんですよ。噛めないんですもんね。そう、コパンが強くてね、なかなかコパンが強いから歩いてダイヤしに行くしかないんですけど、歩いちゃうと対空できなくなるんですね。なるほど、なかなか難しい。さあとりあえず1ドットリード。あー大パン、はい、通していった。ガードしている。うわー、めくりがビーラリ刺さっている。逃げた。ダイヤス下がって、これもガードしている。コパで止めるんですよね。しっかりバーチカルが溜まっていて、危なかった。今アントビー重なっていなかった。スライディング刺さって、ダブラ、あっダブラリから刺さー。なんで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 、どっち。あグランドシェイプ投げたが、ローリング。再びスクリューだったら死んでたっぽいのに、フェイスエステでしたね。こういうところがいいところですよね。さあ一本取り返して、これはちょっとファイナルラウンドですね。さあ、イーブンで画面端に追い詰めているのは、あー押し戻されて、あーピョっている。さっきまでガードしてたのに、わかんない。グッチブランカもなんもしない。そうですね、なんもしない。ガードしてからローリングでいいやみたいな。あと40カウントね、45カウント逃げ切れればラッキーみたいな。うわーっと、あー刺さっている。終わりです。終わりです。グッチブランカ勝利。仕上がった。いやー仕上がってますね、グッチさんのブランカ。さあさあということで、はい、第107回四季の細道ですね。優勝はグッチさんのブランカということで、この後は配信して
てる間は多分配信で配信台で金子さんの頑張りの様子が金子ガイル流れる。あ、配信しちゃダメ、ね、大丈夫です大丈夫です。四季の配信見てる人あんまりいないです。栄養さんこれ見る。あー、ね、絶対大丈夫でしょ。あれ明日明日でしたっけ。あー、いや、これは、はい、でもこれはこう金子さんの頑張りの歴史として流してやりたい。そうですね。まあでもお互い正直にやってますよね、多分。まあ、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。
Wait!
Thank you.
ショット